promised I would be restored forward. I'll never look back. ああ。はい。良い風景です。お知らせ動画ね。これ隠しちゃうか。まあ、いいか。はいはい。まあ、手短にやります。白蛇党のね、実況終わってから随分経って、で、最終回は、明日か明後日ぐらいに上がるっていう感じで、この動画撮ってるんですけどね。でね、これから先、なんだっけかな、実況、フラヌシ連関係の実況、どうしようかなっていう感じの、動画です。何やろうかなっていうふうに思った時に、実はね、本当はね、あれやりたいんですよ。裏白蛇っていうダンジョンがあって、それやりたいんですけど、だけど俺が持ってるね、ドレミキャスト版だとそれないんですよ。PC 版に入ってる、すごい難しいダンジョンなんですけど、それ本当はやりたいんですけど、それできません。なんですよね。でね、本当はね、本当はですね、最終目標って言えばいいのかな。試練やる上で、最終目標。ここをクリアできるようになりたいみたいなのあるんですよね。それぶっちゃけね、開かずの間、フライの試練2の試練場の開かずの間の破壊的素潜り。これをやりたいんですけど、実はね、随分やってなかったんで忘れちゃってるんですよね。感覚とか。で、そういうのをなんか、取り戻して、行くの結構時間かかっちゃうんですよね。で、それは時間かかってしまうのはそれはそれでいいんですけど。でね、実はね、このアスカの方にもね、まだね、プレイできるダンジョンがあるんですよ。で、それを後回しにしてしまうと、また同じように忘れてしまうと思うので、最初にね、そのアスカの方をなんかしこたまやろうかなっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ、どうかな。白蛇ほど躍起になってやらないとは思うんですけど、ね、と思ってます。で、そのダンジョンはね、なんだっけ、甲賀の隠し穴だっけかな。そういうダンジョンがあるんですよ。で、そのダンジョンはね、持ち込み型のダンジョンなんですよ。それで、しかもね、アイテムが落ちてないんですよね。で、それはね、やらないと思います。アイテム落ちてないなんて退屈すぎるんで、ちょっとやらないです。でね、これ面白くて、このページ何かっていうとね、不思議なダンジョン難易度ランクスレで検索すると出てくるんですよ、このページ。でね、これ未だに議論されてるみたいなんですけど、チューンソフトの出した、不思議なダンジョンシリーズ、中で、どのダンジョンが一番難しいかってことを延々と議論してるんですよ。で、これ何、本当に面白くてね。これちょっと読んでみますね。不思議なダンジョンシリーズのダンジョンの難易度をランク付けするスレです。基本的に縛りなし、フル攻略で討論してください。最高到達までです。10段階評価でお願いします。で、これは本当に面白くてね、いろいろ読んでたらね、なかなか勉強になりましたけど、でね、白蛇と、これ、難度3なんですよね。あんなに苦労した白蛇島がね、難度3なんですよ。これね。で、ちなみにね、フェイの最終問題とかね、最果てへの道が難度2なんですよね。いやー、10段階が一番難しいので、なんかもう全然簡単だと。ちなみにトルネコの持った不思議は1です。あ、これトルネコ2か。トルネコ1これね。で、縛りなしなので、だから、白蛇島の、なんだっけ、今回禁止アイテムにしてたやつとかも使えるし、フェイの最終問題でアイテム増殖技なんか、あれ、管理的に縛られちゃうんですけど、あれはね、使えるっていう、そういう、討論ですね。だから、実際にそういうものを縛ってやるってなると、もっと難度が上がるじゃないかと思いますけど、じゃあ実際にはどのくらいの難度なのかっていうのはまあ経験には言えないですけどね。このスレッドね、本気で議論してるんでなかなかね、経験には言えないですよ。で、話元に戻しますとね、この裏白蛇っていう男女ね、これ難度が6なんですよ。で、相当難しいらしいんですけど、それでも難度6だと。
まあ、ここから上の話はまあとりあえずしないことにして、でこれね、この難度6のね、ダンジョン、これ裏白蛇にすごくやりたいんですけどできません。でその代わりにね、このカカルーの段、カカルーの試練、これとあとこの難度5のね、このドラスの試練、これね、画面の左の方だからちょっと見えるかな、まあ、見えると思うけど、でこれがね、あの少なくとも縛りなしでやると白蛇よりも難しいと。で、あのこの2つのダンジョンは、ドリームキャスト版にも入っているので、プレイできます。でこれをあのやろうかなっていうふうに思ってます。でね、このドラスの試練とここのカカルーの試練ね、結構何度もね、プレイしたんですよ。上がってますけどね、なんだっけ、初見実況の中 で途中までしか行ってないんですけど、これ実はね99回まであるんですよね。で99回まで行くと何かがあるという感じらしいんですよね。これやろうと思います。でね、多分ドラスの試練やろうと思いますけど、でドラスの試練ってどんなダンジョンかっていうとね、これ俺の動画なんですけど、ちょっと待ってください。はい、巻物と杖を活用のこと、拾えるアイテムは巻物や杖が主で、武器や盾は全くない。で、持ち込み禁止ね、まあ、っていうダンジョンなんですよね。このドラスの試練これですね。あとはあのムラドの試練とかもね、ブフの試練とかも、これもかなり真相まであるんですけど、これは多分やらないかな。まあ、気が向いたら、このムラドの試練、これはパズルみたいなやつなんですけどね、これやるかもしれないですけど、まあ、やらないかな。あんま好みじゃないんですよね。で、このドラスの試練ね、結構何度もね、プレイしたんですよ。準備運動みたいな感じでプレイしてて、成果のお筒が出るまではね、ドラスの試練結構プレイしたんですよ。で、30回ぐらいやったような気がするんですけど、全然、進めなくて、本当にね、多分ね、30何回とかまでしか行けなかったと思うんですよね。だから、何度もね、やり直さなくちゃいけないと思います。序盤で倒されることは結構多いと思うんですけど、そういうのは、カットしていく方向でやるかもしれないですね。あんまり、なんていうか、変なところでやられてしまうのをね、ばっかりお見せしてもね、退屈だと思うんで、まあ、そういう感じになるんじゃないかと思いますけれども、だから更新頻度なんかは、割とゆっくりめだと思いますね。で、まあ、気が熟したらでもないですけど、まあ、クリアまでやるかどうか分かんないですけど、まあ、っていう感じかな。次上がる、試練シリーズは、多分、このアスカの、ダンジョン、ドロスの試練、か、カカルーの試練、やるんじゃないかな。で、カカルーの試練の方が難しいと。ちなみにカカルーの試練は50回ぐらいまでしかないみたいですけど、すごい難しいらしい。ドラスの試練は99まであります。っていう感じですね。はい。じゃあ、っていうわけで、まあ、なんてことはない動画でしたけど、はい。まあ、お知らせしますよ、お知らせ動画なんかでね。チャンネル登録なんかしていただければ、そういうものが届きますんで、よろしくお願いします。っていうわけで、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。